バッドウォーターボンチの標識バッドウォーターはアメリカ合衆国カリフォルニア州のデスバレーのデスバレー国立公園の敷地内に存在する内陸湖である。海抜はマイナス86メートルで北アメリカ大陸で最も海抜の低い地点である。西半球で最も海抜の低い地点と間違って紹介されることがあるが西半球で最も海抜の低い地点は アルゼンチンのカルボン湖である。バッドウォーターは、潮が堆積したバッドウォーターボンチの中に存在し、そばには湧水を源泉とする小さな池がある。かつて、バッドウォーターボンチは、塩水湖であり、英語で悪い水という意味のバッドウォーターが由来となっている。バッドウォーターには、ピックルーイードというサボテンや、バッドウォータースネールというカタツムリ、水性の昆虫が生息している。 バットウォーターへは、ファーニスクリークから南へ、約 27km の地点にあり、車ではおよそ30分かかる。デスバレーの中で、最も気温が高い場所の一つである。バットウォーターは、バットウォーターウルトラマラソンのスタート地点である。ちなみにバットウォーターウルトラマラソンのゴール地点は、バットウォーターから約2 1 7キロメートル北にある、ホイットニーさんである。ありがとうございます。